のショイティビでーす。りょうやです。はい、お願いします。はい、本日は立川ボーイズ、はい、潜入しております。はい、今回はグローブ紹介をしてもらいたいと思います。はい、グローブ大好きなのでたくさん撮っていきたいと思います。それではやっていきましょう。ゴー、コウタで2年生です。コウタ君、はい。で、使ってるグローブはセットの外野手用のグローブになります。これはオーダーですか？あ、多分ね、先輩が。あまり市販で売ってないから、はい、あの色かなっていうのがあるので、まあ、使い込まれてるようなグローブだなっていう感じがして、狭く奥で深くっていったようなグローブかなっていうのは感じるので、まあ、かなり使いやすそうで、はい、いいなと思います。すいません、じゃあありがとうございます。2年生のクリーです。お願いします。で、使ってるグローブはザナックスです。ザナックス、はい。おー、ザナックスだとあまり見ないような色です、はいはい。最近流行りの平裏が赤色になっていて、外はライムイエロー、配色すごいおしゃれですよ、ね。で、あと気になったのがここの折り返し部分が外野用にしては珍しくない、柔らかく使えるのかなっていうのは、はい、結構面白いなっていう、おしゃれなグローブだなっていうのがあるので、これからも綺麗に使ってみてください。ありがとうございます。中学1年生の森圭吾です。圭吾くん、おー、グローバルエリート、公式用のオールラウンド。あー、ウェブがあまり見ない、普通のクロスウェブにダイヤ柄っていうんですかね、なんか入っててめちゃくちゃおしゃれですね。で、やっぱ軽いですね、グローバルエリートなんで。引き続きお手入れも頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。1年の中田優吾です。優吾くん、はい。おー、スラッカー公式用、公式あーですね。あ、SJ3、 若干少年用に近いような小さめの方の、僕スラッカーめちゃくちゃ好きなんですよ。そのスラッカー特有のポケットがかなり広いじゃないですか。この形もいいですし、グローブの片付けもうまくされているので、味もしっかり出てるので、バージを継続して出してあげてほしいです。ありがとうございます。1年の藤野咲也です。咲也くん、そう、グローブのエリートこだわりとかってありますか？打球に負けないような、はい、グローブが丸みを帯びてる、かなり深いポケットを作っているのかなと。指股が入っているので深く使うグローブで、なおかつポケットも広めな、はい、イメージがあるので、入ったら逃したないようなグローブなんだろうなと思います。ありがとうございます。木村修斗です。修斗くん、水野の、これはなんだ、青いラベル、僕の世代だとビューリーグっていうかと思うんですけども、これ坂本選手モデルですね。ありがとうございます。米山春、中学1年。中学1年生、春くん。 Z、ネオステータス、親指側のラベル、ネオステータスの公式をあまり確かに見ないので、ポケット広く使ってますよね、はい。こっち側にもポケットが広がってるようなグローブなので、グローブのどこかに当たってくれれば入るようなグローブ。ありがとうございます。1年の昔はコウスケくん、はい。お、久保田スラッカー内野用公式ですね。この形のウェブが好きなの。あー、浅村選手とかもこのウェブ使ってましたよね。いや、もうあっさいです、ポケットが。で、型番が 24MS っていう型番。僕のために買ったやつなんですけど、公式やってる兄がいたので、それで少し貸してて。なるほど、お兄さんに貸してたグローブ。はい、いつの間にか当て取りの。そうですよね、1年生でいきなりこんな当て取りのグローブって、めちゃくちゃ難易度高いなと思ったんですけど。ありがとうございます。1年の博士です。せいやくん、水野のセレクトナインのグローブ、前から使ってるんで慣れてる、はい、軟式用なんて。ああ、もう軟式用なんですね。結構柔らかく、うん、多分坂本選手モデルじゃないかなと。ありがとうございます。ありがとうございます。11年吉野勘九郎です。勘九郎くん、はい。おお、ウィルソンのデュアルの外野手用で、はい、店員さんにデュアル加工とか聞いたらやっぱりおすすめだって言われたんで、うん、まあ負けないですからね。赤い、かっこいいですね。ありがとうございます。1年の宮本京太郎です。京太郎くん、はい。なんだこれは、ビッグ M。 僕がまだ小学生ぐらいの時のグローブなんじゃないかなっていう。中古で買ってもらいました。あ、中古で、はい、プレミアものなんですよ。世に出てないので価値が高くなってて、ミッドに合うような選手になってもらえればなと思います。はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。中学1年、渡辺健太郎です。健太郎くん、お、ハイゴールドじゃないですか。ハイゴールド、こんなのも見たことないです僕。新しいマークのハイゴールドで、この中にもハイゴールドって入ってるんですよ。こんなの見たことないです。はいはい、右の方に肩つけてもらったんですけど、肩ですかね。肩、はい。結構左ピッチャーってこういう肩してるのが多いと思うんですけれども、ですよね、ピッチャー。すごい、かっこいい。左ピッチャー特有の肩だなっていうのが。ありがとうございます。ありがとうございました。関本大輔で、2年生です。ウィルソン、この、まあ、僕ショーツなんで奥行きがあるようにポケット作ってもらって。ああ、なるほど、はい、しっかりと掴んで取るっていう、はい、なるほどなるほど。取るときに深く取るって言いながら少しこっちに親指を少し間に合わないときには押したりって言われてないですけど、そういったグローブの使い方もできる、まあ、かなり上級者の方だなと。ありがとうございます。ありがとうございました。
金子凛太郎で1年生です。凛太郎くん、はい、なんださっきと全然キャラが違うな何急にビビってんのカムラくんとおかしいでしょ。さっきからずっとなんか両平さんより飛ばしますからねとか言ってかなりキャラのいい子です。凛太郎くん、これは水野。水野です。おお、これ一番最初ボデルじゃないですか。はい、そうです。小学校でから小学校の3年生から。ああ、おお、ポケットをかなりまあ深いですね。画面にして取りやすくして、その後すぐ握れるように。なるほどなるほど、ありがとうございます。遠藤和樹です。2年生。和樹くん2年生、はい、Z のネオステータス。はい、そうです。これ同じグローブ使ってる子さっき。あ、いました、ね、ですよね。やっぱ軽いですからね。軽いし、元々が結構肩ついてんで。ああ、なるほどなるほど。商売が入りやすいやつだと手のフィット感がすごくいい。ポケットが深めに見えるかなと。おしゃれなのがこの親指部分に、この流行りでラベルが入ってるのがいいなっていうのがあるので。ありがとうございます。横の一星で2年生です。一星くん、はい、2年生、はい、おー、アンダーアーマー、結構これ渋いですね。使い込まれてるので結構渋い色を出してるような感じがしますね、はい、先輩とかにたくさん使われてるのもだんだん当て取りになってて普通当て取りのグローブってこう取るかこう取るかだけなんで、親指をこう動かすことってあまりないんですけども、それでもちゃんと親指が効くグローブにはなってるので、ちゃんとハサミもできる。ありがとうございます。2年の小平博です。水野、軟式用で。あー、なるほどなるほど。オーソドックスはオールラウンドかな。オールラウンドです。僕自身力がないので、外野のやるときに公式のってやっぱ多少重くなっちゃうので。そうです。軟式用のはでもまあそんなに不便してなかったんで、このままでいいかなって。自分の使いやすいグローブを選んだ結果が軟式用のグローブになったので、はい、一緒にさっきノックも受けてたんですけど、まあ、外野守ってるだけあって深いグローブだなっていう。ありがとうございます。体験で一緒にやってくれた安田くんです。お願いします。お願いします。ってことは体験ってことはまだ小学6年生。おお、何個違うんだ俺とって。30個ぐらいだよな。え、俺ジジイじゃねえ何歳今。今は11です。11ってことは14か13歳か。そうですね。アシックスのグローブですね。閉じ方が特徴的です。縦閉じなのかな、これは。一応よくわかんねえな。ちょっと教えてあげて。縦閉じっていうのが、僕のグローブとかって横になってるのが縦になってるから、ここしっかりするっていう。閉じた時にここがやっぱりぺちゃんこにならないっていうのが縦閉じのいいところになります。かっこいいですね。僕はアシックスのグローブだけ使ったことなくて、でも最近ちょっと気になってたので。硬いのが苦手なので、うんうん、すごく柔らかくした。あー、なるほどなるほど。やっぱり小学生って手に力がなかったりするので、カラーリングも結構おしゃれだなっていう。中学校に入っても野球続けるのか続けないのかっていうのはあるんですけれども、まあグローブは一生友達なので大事にしてあげてください。わかりました。はい、で今日体験どうでした？あ、楽しかったです。おお、特にどの辺がとかって。今日は打ちっぱなしだったので、もうゴルフみたいな。全然ね、同じことしてたね野球の醍醐味ってバッティングだと思うので、こんだけ打たしてもらえるよっていうチームではあると思うのでそう、結構打つチームっていうのは聞いてる。うん、ともかく今後も野球を好きではいててほしいなと思う。はい、ありがとうございました。はい、というわけでこの動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。バイバーイ。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で、ゲンダモデル軟式内野仕様をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があれば、ぜひともコメントよろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた切れ玉で。